高根石山旅行案内版高根石山に里、勝広場高根石山は、香港旧流中部チューブの住宅及び商業地区である。香港18区でいうと、機大船区に属する。もともとはバラックが広がる地区であった。このバラック地区は、ジャッキー・チェンが主演する映画の舞台として用いられたことがある。その後、高層住宅地としての開発が進んだ。現在は間、MTR 館。 つつみ線の同名の駅があり、また駅前には、新里勝広場というショッピングモールがある。このハリウッドプラザには、九州に本社がある、ベスト電機が入っている。ハリウッドプラザの吹き抜けには、大画面テレビがあり、催し物なども行われる。ここ、タ賀の石山は、一つ山を越えた最高、清水湾など、最高区方面のバス交通の玄関口でもある。最高。 清水湾方面のバスは、ここを、発着点としている。最高の奥の地区は、ハイキングやバーベキュー、クルージングなど、レジャーのメッカでありここへ向かう人々が、必ずと言っていいほど通るのが、タガネイシア山である。ここで、MTR などから、バスに乗り換えていく場合が多い。それゆえ、休日となると、ここは、リュックや、ピッケルなどを携えた人々でごった返す。 ここからは、また、香港島ガモスの家具店街、ホライズンプラザへ行く、路線バスが運行している。ありがとうございます。